スプリングベールは、オーストラリアのビクトリア州メルボルンにあるサバーブ。メルボルン中心部の南東、約2 3トルに位置する。地方公共団体シティオブグレーターダンデノンに属する。2016年国勢調査による、スプリングベールの人口は2万1714人であった。スプリングベールは、面積約11.2平方キロメートルの大規模なサバーブである。地区の生産は、 ウェストールロード、北端はプリンセスハイウェイとポリスロードとなっている。北東の境界にはスプリングベール火葬場及びコリガンロードがあり、南端はヒートハートンロード、南東はローンロードとなっている。メルボルン中心部からはモナーシュフリーウェイからフェーンツリー、ガリーロードに接続することでスプリングベールの北西に出ることができる。 スプリングベールの自治体はもともとダンデノンシャイアの一部であり、ダンデノン丘陵国立公園のすぐそばに位置している。この地域には豊富な水源による天然温泉があり、このサバーブの語源となった。天然温泉はメルボルンとダンデノンの間を移動する旅行者によって利用された。1850年代、オークリーとダンデノンの間に新たな測量ルートが設置され、 その近くにスプリングベールホテルが建設された。しかしながらこのホテルは地域の開発に寄与するには至らなかった。1864年9月12日、最初の郵便局であるスプリングベール郵便局が開業するも1892年に閉鎖。局舎はスプリングベール駅の駅舎として引き継がれた。1946年から1978年までは、 スプリングベール北郵便局も営業していた。1886年、鉄道駅の近郊で区画整理が行われ、地域の発展が始まった。1920年代までに、スプリングベールには旅館エリアや保養地、楽団、工業協会、そして複数の商店街を抱えたコミュニティへと成長した。1924年には写真館が開業。 第二次世界大戦以降、スプリングベールは、牧歌的な住宅地と工業地区を有する地域となり、周辺地域では市場向け作物の栽培が行われた。産業としては、砂の採掘が活発となり、それは1990年代まで続いた。戦後の地域発展が最も顕著だったのは1960年代、初頭であった。この時代、百貨店、 ロックマンショップウェルの店舗が開業し、またスプリングベールロード東側の商店街が立ち退いて道路拡幅が行われた。道路整備や各種公共サービスの供給により、急速に宅地開発が進み、旧来の古いワイクにとって変わった。1961年には、競馬と自動車レースの両方が可能なサンダウン競馬場が開業した。プリンセスハイウェイの北部には、 スプリングベール仮想場、墓地がある。また仮想場の近隣には住宅地や旧スプリングベール小学校が位置している。仮想場は小学校の近くにはセンターロードとスプリングベールロードが通っており、これらの道路はいずれもスプリングハイウェイと交差している。スプリングベールの大部分は住宅地となっており、北西部と北東部にいくつかの小さな工業地区が点在している。 東部地区にはメルボルンに3カ所ある主要墓地の一つであるスプリングベール仮想場、墓地、そしてサンダウンレースウェイがある。スプリングベールはかつて一つの市であった。しかしながら1994年12月、地方自治体再編により、境界が見直しとなった。その結果、市の一部はシティオブグレーター・ダンデロンに、残りの一部はシティオブキングストンに統合となった。 スプリングベールにはサンダウン競馬場があり、自動車愛好家にはサンダウンレースウェイとしても知られている。サンダウンレースウェイでは毎年いくつもの主要カーレース大会を開催しており、代表的なものに V8 スーパーカーシリーズのサンダウン500が挙げられる。サンダウン競馬場スプリングベールにはオーストラリアンフットボールのクラブチーム、スプリングベール地区 FC があり、 サザンフットボールリーグに所属している。サッカー競技では、ビクトリア州リーグ一部所属のサウススプリングベール SC があり、ワーナー保国でホームゲームを開催している。また自動車レース施設として、常設ピットとグランドスタンド設備を備えたサンダウンレースウェイがあり、プリンセスハイウェイやサンダウン公園駅からアクセスすることができる。メルボルンにある4つの競馬場の中の1つである。 サンダウン競馬場も同じ敷地にある。線路を挟んだ反対側にはサンダウン公園グレーハウンドレース場がある。スプリングベール図書館、スプリングベールでは1983年に自助団体や社会団体、文化団体、その他の活動団体を支援するための林保館が設置された。40を超える自助団体がこの施設で集会、活動を行っており、例として 大二言語としての英語の教育、コンピュータ教室、園芸教室、祝賀行事などが挙げられる。難民習慣、奨学金習慣、成人学習者習慣といった活動も行われている。スプリングベールでは、連邦議会と衆議会の両方において労働党が優位となっている。スプリングベールでは、連邦議会の選挙区が法サムとすフタつのに分かれており、 ホーサム選挙区からは、クレア・オニールが、ブルース選挙区からは、アラン・グリフィンが選出されている。スプリングベールの衆議会の選挙区は、クラリンダ、キーズボロ、マルグレーブの3つに分かれている。シティオブ・グレーター・ダンデノンにおいて、スプリングベールは、スプリングベール・セントラルと、スプリングベール・ノースの2選挙区に分けられており、それぞれ UFO ・オン・チーとアラン・ゴードンが選出されている。 スプリングベールとスプリングベールサウスは現在、シティオブグレーターダンデノンのライトウッド区の大部分を占めている。スプリングベール駅、スプリングベールには2つの鉄道駅があり、共にパケナム線とクランボーン線の停車駅である。いくつかのバス路線もスプリングベールを通っており、例として、空港西ショッピングセンターやチェルシー駅に連絡する、スマートバス900に系統が挙げられる。 スプリングベール植物園墓地、ありがとうございます。